俺の名前は前田慶次、天下の歌舞伎者と言われている。俺は兼続と一緒に米沢藩初代藩主上杉景勝様に仕えたんだ。関ヶ原の戦いにも行ったぜ。俺には多くの伝説が残されているんだ。大きな石を持ち上げたり、お坊さんを殴ったりと、歌舞伎者の異名はそこから来ているんだ。全部が本当の話ではないかもしれないけど、そのエピソードたちは今でも多くの人を楽しませているんだ。この石が持ち上げたとされる石、刑事の力石だ。君には持ち上げられるかな？